みなさん、こんにちは、えー。こちらはジュルです、えー。今日のレッスンはですね、いきなりですけれども、今日は、えー、あの外国の方にとってちょっと難しいあのテーマとして、えー、動詞の活用がありますけれども、えー、で、活用というのは、えー、実はその3つの,あの,そのグループがありまして、1つ目のグループというのが AR で終わる動詞です。まあ、AEH ですね。で、2つ目が ER、それとも AEH。エエアヒ 3つ目のグループが e ヒですけれども今日お話ししたいのが a ヒの、えー、グループになりますでその,あの典型的なその動詞として例えば、トラバラ「t r a b a l a r 働く」そして「estud さらに、えー「勉強する」という意味ですねそして「ファラフ、えー、話すこと」ですねそして「ペアグンター,ー」えーま「質問をする」という動詞ですねで、まあ、あとその他の最終的な「えー、コメサ」「始める」という意味ですね で単純に言うと、まずその頭に入れないといけないのがその活用の意味というのはそのあのその認証を言わなくてもその話している人が分かるという意味なので,で、えー、さらに、えー、単数と複数に分かれます、えーまあ、単純にそのまずその語尾だけ言いますけれども、えー、まず単数から言うと一人称を表すその語尾というのが「お」という、えー、語尾ですねそして二人称と三人称どちらも同じく「あ」がつきます そして複数ですけれども、1人称が申す。そして、2と3人称が共通で、案がつきますね。ただ、こういうふうに言うのは難しいので、実際に一緒にその動詞を活用しましょう。じゃあ、例として、働くという動詞を使います。具体的に言うと、トラバルですね。まずその活用にあたって、まずしないといけないのが、その、 えー、その動詞のグループを表すそのまずその2つの、えーまあ、その文字をあの外します。それが1グループに関してはアエヒ。なので、ペラバリアフのアエヒを外して AR を外して,外してで、残るのがその五感ですね。その五感にその表したいその、えー、5秒を入れて、えーまあ、動詞を活用させます。なので、じゃいきますよ。じゃあ1人称からいきます。私が働くというのはエウ、トラバリョ。で、2人称というのは você trabalha Já san ni de ele trabalha se kono e nós trabalhamos soshite e vocês vocês trabalham so te karera eles trabalham to yufun ni ni でその,あの活用の,その重要なポイントで気になるところですけれども、二人称、失礼しました、あのその複数形の一人称の、例えば、トラバリアムシという動詞ですけれども、ブラジルのポルトガル語では、実はその過去形の形もあの、完全過去形の,その、えー、形が同じです。ただしあの、ヨーロッパのポルトガル語ではそれを区別しているみたいです。 それはまあ、チャンスがあったら、別のあのビデオにそのお話をさせていただきます。でせっかくこういう風にあのその活用を覚えたいので、2日の例を出したと思います。具体的にじゃあ、私はポルトガル語を話します。まあ、意味というのはあのはす話すことができます。という意味で、ao ファーロポッドゲージもう1回言います。ao ファーロポッドゲージで2つ目のあの動詞というのはあの例というのは？

私は9時半から仕事が始まります。ということで、動詞の活用の1グループの AR の動詞はこれで終わります。ありがとうございます。Obrigado。ちゃうちゃう。